皆さんこんにちは、つかみことです。あの、日本に行くまでもう1週間もないよね。やばいよね。だからこのノースエピングにいられるのはもう数日間だけだし、あのここ6ヶ月ほど住んでるからちょっと離れるのは寂しいけど、あの最後にノースエピングという素敵な近所を紹介しようと思って、だから一緒に買い物行こうよ。これはね、これうちの庭、鳥あ、どこ何してるんや。あのここ毎日焚き火作って、おじさんはそこ座って酒飲んでる。で、ここはゴードのベンチプレス向かって歩いてる。平和だな、ここは。平和、平和。で、ここは教会？小学校と思ってたら教会で、この前にあのここでなんだっけ、野外鳥うるさいよねあのなんだっけ、野外映画みたいなやつやってて、子供たちのために。で、みんなそこに集まってみんなで映画見てた。めっちゃ楽しそうだったけど、なんかポップコーンもあってさ、ゴードも行きたかったけど、ゴードも行きたかったけど、ゴードは小学生じゃないからね、残念。でもちょっと行ったらそこにあるあのお店が、で距離はまあ家から5分ぐらい。たまに車で来ちゃうんだけどね、歩くべき距離だよね。どうも。でここは車の修理屋さん。あのこの前ここでマーク X のブレーキパッドを変えてもらった。でここです、これがショッピングビレッジで、なんか新聞売ってるとことかカフェとか、あのタイ料理もある。タイ料理はいつも夜にあの持ち帰りしてる。イルパストっていうイタリア料理のお店もある。あの毎週の金曜日にあのここでなんかパーティーやってる、イベントっていうか、なんかみんな集まってワイワイしてる感じ。なんか音楽、なんかギター弾いたり、なんかギター弾く人もいるし、なんか騒いでる。なんか日本語下手やな俺。でこれあのお酒屋さん、ローマビノ。これね、これいつも通って飲み会のためのビールなど手に入れてます。これ、あ、誰もいない。誰もいない。やってる人たちが優しい。来た来た、おばさん。お酒屋さんのおばさん。Say hi to everyone in Japan. Hi everyone in Japan. リンゴっていうトカゲがいる。Bearded dragon. なんかお酒屋さんに。He's just had a lot of crickets. 持ってるんだ。He doesn't bite or anything? No, he's lovely. すげえ。キッチューした。かわいい。おとなしい。なんか俺、なんかずっとなんかいるだなと思ってたんだけど、こんなすごいのいたんだな。別にいるんだ。で、それと、なんか結構近所の人たちが、なんかここがフレンドリーって感じで、みんなここでたまに、なんかお店の横でずっと酒飲んでる。あのおばさんとなんかもうみんな友達って感じで、もうそう持って帰って店内でここでね適当に立って飲むことも可能なんで、素敵なお店ですね。やばいよ。これ勧められて買ってみます。 Radio What is it? Radio Boca 赤ワインです。お願いします。で、ワイン買って、で、そこにはあのカフェあるんだけど、そのカフェ行ったことないよね。一人でカフェは行かんな。行かんな。で、このガルゾーズっていうお店は果物と野菜屋さんなんだけど、数回行ったんだけど、そのやってる
店長、そのオーナーがいつも機嫌悪くて、ちょっとなんか冷たい人で、もう行かない。で、その通りに、その隣にお肉屋さん、ノースエピングアパカツブチャリ。ここはみんなフレンドリーで、いい感じ。あのここのステーキとか、美味しいし。めっちゃ肉の匂い。こんないい感じの。Hello, sorry. で、ここソーセージあるんだけど、めっちゃ美味しいよ、オーストラリアのソーセージ。もう食べさせてあげたいよ、みんな。日本と違うよ、めっちゃうまい。新鮮な肉を使ってソーセージを作るからね。ここのステーキも美味しい。ニューヨークカットを買ってみました。これ前食べたんだけど、めっちゃ美味しかった。で、こう、まあ医者かな、これ分からないけど、もう俺医者行かないからいいや。で、これ IGA、 この小さなスーパーがあります。 IGA っていう大きなブランドあるんだけど、みんななんか個人的にやってる感じのお店なんで、まあ普通のスーパーほど大きくはないけど、で、まあ、値段もちょっと普通のスーパーより高いんだけど、まあでもこっちの方はなんか近所の人がやってるんで、いい感じ。何でもありますよ。で、野菜とか車のとかちょっとだけある。いい感じやろ。ジュースとチーズとかあります。で、ここは美味しいタイ料理屋さんで、で、なんか病室と薬局となんか新聞とか売ってるとこ、雑屋があります。そら、ノースエピングショッピングビレッジ、ビレッジ、ビレッジ、ショッピングビレッジでした。ちょっとノースエピング他のとこよりちょっとコミュニティ感があっていいなと思って、いいなと思った。よし、帰ってきた。帰ってきてやった。カピがいる。カピは家に入ってきたんや。何して遊ぶ？あ、そっか。